ことが多くございますので、全員参加ということでご協力のほどよろしくお願いいたします。まだ参加しておりませんのでほどほどに来てください。まずですね、会長、代表さん、各チームの代表さん、ステージのぐるっと回って、ここから上がらずぐるっと回ってステージの方にご集合いただきたいんですが、まだ2人しか来ていません。代表さん、代表さん、風前の代表さん、はい、まだの代表さん、ぜひぜひオープニングの方にご出席いただきたいと思います。皆様には注意事項等というと申しましても、写真の方の撮影をしてはいけないというところがありましたらおっしゃっていただきたいと思います。その旨、会場始まる、演舞が始まる前にこちらのチームは撮影なさらないでくださいというふうにお話しさせていただきます。で先ほどフラッシュ関係というふうに言いましたけれども、もしこの場所で必要であればお使いいただいても踊り子さんと問題ないでしょうか。大丈夫ですか。じゃあ大変緩いイベントとなりますが、写真撮影の方の皆様もその旨で、内容はちょっと分かりませんので、私の細かいこともですから、きれいに撮っていただければ、きれいに撮れるようなやり方で、そのまま撮らずに、もしかしたらもっときれいに撮れるかもしれないというふうな撮り方で撮っていただけましたら、大変嬉しいございます。よろしくどうぞ お写真撮っていただける方お願いしたいと思います。それからですね、ご注意事項は、ここは食べ物は食べれないんですが、ちょっとだけ飲み物っていうんでしたら、ちょっとだけ飲み物をまたご存じだと思いますが、演舞中の出入りは極力避けていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。その後ですね、第一部が終わりますと、空白の30分があります。この空白の30分に何が出るか、これも皆様お楽しみにしていただきたいと思いますので、飛び入り参加も全然問題ございません。また演舞の後にインタビューしますと言いましたら、吐けずにそこに待っててください。インタビューしますって言いますから、終わりました、礼が終わりました、お顔上げましたら、代表さんが吐けようとするときですね、インタビューしますって行きますので、そのときには吐けないでください。ぜひぜひその辺もご協力いただいて、あと、いろんな、よさこいの方の今日は、よく踊ってはいるんですが、なんとなくあれさらっと流して踊っちゃったなというところがあったりするので、総踊りなんかのですね、ちょっとレクチャーなどもしながら、やっていきたいと思いますので、今日一日よろしくお願いしたいと思います。ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。それでは、照明さん、照明さん、こちらを落としていただけますでしょうか。客席の方の、いろいろとこういうことになっております、すいません。客席のライトをダウン。それでは皆様お待ちかね、そして今年の最後のイベントとなりますクリスマスよさこいダンスイン蓮田、オープンです。皆様はご存知かもしれませんが、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。会長をしてらっしゃるんですね。いつもですと端にいましての会長なんですが、今日はセンターに、そして、ご挨拶をさせていただきたいと思います。それでは実行委員長どうぞ。はい、皆さんおはようございます。今日はようこそ蓮
田の方にねおいでいただきました。ありがとうございます。と言ってもここ白岡なんですけども、初田の方もホールあるんですけど、ちょっと、値段の方がですね高いんで、こちらを使わせてもらうということで、勘弁させていただきました。今日はね、まあクリスマスということで、普段イベントだと自分たちのチームの曲踊って、まあ他の方のチームの踊りを見てということで、普段のイベントはあると思うんですけど、今日は、クリスマスということで、まあ忘年会も兼ねまして和気あいあいとやっていきたいと思いますんで、皆さんもですね楽しんでいただければと思います。そして、一般のお客さんも多分、何人かいらっしゃると思うんですけども、ぜひ、我々のそこに仲間と一緒にですね、一緒踊るところもありますので参加していただいて、クリスマスのイブですねを楽しんでいただければと思います。今日は、期間の内容よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。日の目が見れました。今日はですね、いろんな形でコスプレをしていただいたりということを、各チームの皆様にはお願いはしてなかったんですが、皆さんコスプレをして来ていただいております。なんちゃってですね、失礼いたしました。それでは、私のコリーヌより代表ご挨拶をお一人お一人やっていただきたいと思います。よろしくどうぞお願いいたします。センターまでお越しください。どうぞセンターまで。いいですよ、ここで大丈夫です。おはようございます。春日部市から参りました昭和前人和立代表コリーヌです。よろしくお願いいたします。今日はね、長谷田課長フゲスさんファミリーに呼んでいただきましてありがとうございます。ね、せっかくのクリスマスイブ楽しんでね、皆さんと楽しんだ演舞をやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、上尾から参りましたよさこいラバーズ正気です。インフルエンザや風邪の流行っている中、強靭な体を持ったこの今日集まった皆さんと楽しく、一日過ごしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。坂戸から参りました喜楽と申します。本日、お声掛けをいただきまして初の参加です。初の参加って言いながらすいません、クロックスできちゃいました。はい、私たちもですねまだ入って、1ヶ月足らず、なんと2歳の子が今日一生懸命踊らせていただきます。ご声援の報道よろしくお願いしまして、楽しく頑張ってまいります。よろしくお願いします。昭和地区から参りました昭和ソーランキラリです。今日は皆さんの演技を、素敵なステージ あのところで見られるということで、楽しんで踊りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。こんにちは。越谷福郎隊と申します。いろんなところで東武衛星お目にかかりますね。皆さんね、今日またね課長風月さんからお声をかけていただきまして、暮れの最後の今日一日精一杯楽しく踊っていきたいと思います。人数少ないんですけど、その分若さに負けないように、若さって若さがあるんですよ。よろしくお願いします。青宮同心桜蓮です。ちょっと代表が所用で遅れてまして、代わりに、あ、間に合いましたね。じゃあ、代表お願いします。いいタイミングで。あ、すいません、今来たばかりです。今日は楽しく、みんなで盛り上がっていきたいと思います。よろしくお願いします。熊谷市から参りました、キララ翔華です。埼玉県の重大ニュース、1位なんだかご存知ですか。熊谷市の 41.1 度です。夏のエネルギーがまだまだ残ってると思いますので、そのエネルギーを体に蓄えて今日は皆さんの前で演舞させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、越谷から参加のよさこい桜林と申します。今年最後のイベント目いっぱい楽しんでいきたいと思いますので、本日は一日よろしくお願いします。北本から来ました歌舞伎と申します。
今年踊り納めで、踊り納めるか旗を振り納めるかちょっとまだ悩んでる最中なんですが、一日楽しみたいと思いますのでよろしくお願いします。こんにちは、片岡です。友達がいないので今日何気にあんまり友達がいないんだなって思った今日は、そんな一日です。ちょっと緊張しいですけど、頑張って踊りたいと思いますので一つよろしくお願いいたします。こんにちは、地元のソーラン白岡と申します。今年初めて課長風月さんの方からお声掛けいただきまして初めて参加させていただくんですが、私の会のところは還暦も過ぎ、古希も過ぎ、全員が熟女なんです。今日も熟女パワーを全開で踊りますのでご覧ください。よろしくお願いします。はい、茨城県の阿見町より、今日参加させていただきます小柳久美です。久しぶりマイク持って超緊張してます今日は、やめときます今日は呼んでくれてありがとうございます。最後踊り納めなので精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。春日部からします、東海の春日部です。ツリーなので喋っちゃいけないということであまり喋りません。今日一日よろしくお願いいたします。皆様どうもありがとうございました。私、課長風月は代表でございます、近藤でございます。今日は、15チームということでサーフというチームも一つ入らせていただいておりますが、今日一日代表さんよろしくお願いいたします。そして会場の皆様、メンバーの皆様よろしくどうぞお願いいたします。それでは、代表さんに退場ということでよろしくどうぞお願いいたします。じゃあ、高野さんのこともこちらでも半分ずつどうぞお願いいたします。はい、じゃあですね、今日の前半の司会を務めさせてもらいます、大宮都市桜流の水谷でございます。最初の演舞チームに関しては、地元蓮田の課長風月さんです。よろしくお願いします。はい、トップバッターということでですね、課長風月なんですけども、今日は、子供たちがですね、風邪がひいて、もうほとんど風が引いたんじゃなくて風を引いてですね、ほとんど子どもたち全滅という状態で、せっかくのイベントなんですけども、少なくなってしまいました。そんなんで皆さんにですね、私たちの分、休んでる子どもたちの分も盛り上げていただいて、このイベントを成功させていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは課長風月に行きたいと思います。かがりおくんです。かばや
全滅なんで、MC 兼果たしということでやらせていただきました。どうもありがとうございました。よすけ、はい、はい、地元調布月の皆さんありがとうございました。最初から非常に盛り上がって皆さんの声援も素晴らしかったと思います。続きまして、風間入りの皆さんよろしくお願いします。こんにちは、風間です。今日は何気にね、この回1回だけの演舞になりますけれど、一つよろしくお願いをいたします。ね、はい。なんかちょっとよくわかりませんけれど、じゃあとりあえずうちの恒例のご挨拶からスタートさせていただきます。会場にお越しのお客様にちょっとでも笑顔になっていただけたらなという思いを込めます。満面の親父のちょっと可愛い笑顔で、はい、よろしくお願いします。おだいこ、すみちゃんに乾杯。乾杯。え？え？何？はいはい。Thank you.
手前の皆さん、ありがとうございました。ですね、今日は、MC とか音響さんとか照明さんとかみんなボランティアでやってますので、ちょっといろんなサプライズがあるかと思いますが、ちょっと間違えてもご愛嬌でよろしくお願いします。続きましてはソーラン白岡の皆さんです。よろしくお願いします。はい、ダンシングヒーローを踊らせていただくんですが、皆さんテレビでご覧になっているような踊りはちょっとできませんので、アレンジしましたので、どうぞご覧ください。東カレン春日部の皆さん、よろしくお願いします。
はい、皆様、こんにちは。ただいまご紹介に預かりました東海連春日部と申します。今日はね、クリスマスよさこいということで、張り切って仕事参りました。ここでね、ふざけた格好してしっかりと真面目な曲でいきたいと思います。私たち南中ソーランを仕込んでまいりました。それでは応援よろしくお願いします。ここにご気をつける会場の皆様に礼。それではまいります。南中ソーラン構え。続きまして、キララ昇華の皆さんです。よろしくお願いします。
会場の皆さん、こんにちは。熊谷市から参りました木原翔香と申します。南高連の衣装の違う子もちょっといますが、このメンバーで元気よくお届けできればと思います。で、友情出演してくれる人がいるはずなんですけど、今はそこに隠れてるんだけど、友情出演しないのかな。あ、してくれるみたいです。うん、後ろの車センターに。はい、それでは、さっきの風前さんで元気の踊りを見せて旗を振ってくれた、はい、マー君を友情仲間に迎えまして、私たちのチームでは数え歌披露させていただければと思います。一番前にいる女の子がテクニカルを踊ります。ちょっと緊張してますが、演舞踊りをとっても舞妓なので、楽しみに見ていただければと思います。それでは木原翔香、構え。一人で踊る
ていただいております、キララ翔歌さんでございます。ちょっとインタビューさせていただきます。センターで踊りました。ハーハー言ってる時にインタビューします。いかがでしたか？ハーハー言ってるんですが、わざわざあります。はい、はい、じゃあ目が合いました。お名前は？松本琴奈って言います。皆さん、琴奈ちゃんです。せーの、琴奈ちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、こちらが菜々美です。せーの、菜々美です。ありがとうございます。ありがとうございます。いかがでしたか？楽しく踊れました。ありがとうございました。あ、素敵でした。もう一度大きな拍手をお願いいたします。はい、続きまして歌舞伎の皆さん、よろしくお願いします。はい、皆様こんにちは、歌舞伎と申します。先ほどね、踊り納めにするか振り納めにするかという代表が変な格好してきましたが、クリスマスということでね、皆さんを楽しませるために、やってまいりました。ここでは宝船を踊りたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。それでは気をつけ、会場の皆様に礼。それでは宝船構え。
演舞でございました。で、ありがとうございました。はい、歌舞伎の皆さんありがとうございました。続きまして昭和舞人私の皆さんです。よろしくお願いします。はい、会場の皆さんこんにちは。ずうずうしく厚かましく今日はね、この踊り子2名で踊らせていただきます。大変申し訳ございませんが一生懸命踊りますので5000円お手拍子よろしくお願いいたします。それでは踊り子気をつけ会場の皆様に、はい、よろしくお願いします。まず最初に踊らせていただきます曲は黒田節。踊り子構え。Thank you.
私の皆さん、ありがとうございました。続きまして、よさこいラバーズ正規の皆さん、よろしくお願いします。すいません、お待たせしました。よさこいラバーズ正規です。皆さん、メリークリスマス。はい、今日ですね、やはりうちのチームも風邪、インフルエンザ多々出ておりまして、ちょっと人数少ないんですけども、元気なメンバー揃えてまいりました。どうぞ応援よろしくお願いいたします。
お客様へありがとうございました。はい、よそこいラバーの賞金の皆さんありがとうございました。続きましてサーフ&サーブの皆さんよろしくお願いします。準備ができましたね。はい、それでは踊りますよ。サーフ&サーフによります。 TT、 そして年下の男の子よろしくお願いします。Yeah.
Thank you.
実はですね、喜楽の大ファンだったということで、11月に入りまして実は踊れるんです。しっかりとですね、踊れる姿を見ていただきまして、大きな声援を送っていただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、笑顔と鳴子がとても良かったなと思います。キラクさん、ありがとうございました。続きまして、茨城よさこい小柳組の皆さん、よろしくお願いします。はい、皆さん、こんにちは。はい、小柳組。おじいちゃん、おじいちゃんいますありがとう、ちかさん。本当はほぼ家族でやってるようなチームです。今年も、頑張ってやってまいりました。来年もどうぞよろしくお願いします。1曲目は石づちを渡ります。気をつけ、レイ、お願いします。Thank you.
会場の皆様に礼、ありがとうございました。茨城よさこい小柳組の皆さん、力強い演舞ありがとうございました。続きまして越谷袋隊の皆さんです。よろしくお願いします。会場の皆様こんにちは。元気なお姉様たちです。私はじめ、皆さん今日はね、クリスマス、こちらに書いてあるよさこいダンス、はすだ、おめでとうございます。今日精一杯、少ないですけれども越谷袋隊の踊りを皆様にご覧入れていきたいと思います。どうぞご声援ください。よろしくお願いします。ぶっ飛ばしてやろうか、飛ばしてやろうか、転がして
会場の皆様に感謝、ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、昭和ソーランキラリの皆さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、春日部市から参りました昭和ソーランキラリです。クリスマスに素敵なステージを用意してくださってありがとうございます。元気いっぱい踊りたいと思いますので、よろしくお願いします。Thank you.
はい、ありがとうございました。春日部から聞いていただきました昭和ソーランキラリの皆さんの演舞でございました。はい、続きましてね、さいたま市北区より来ていただきました大宮同心桜連の皆さんです。よろしくお願いいたします。毎度早いっすね。これプレッシャー感のすぐ踊れっていうあのお世話になっております、大宮同心桜連です。今日はですね、うちのメンバーもちょっと熱を出しちゃいまして、知恵熱っていう熱を出しちゃいまして、いつも出してるんですけど、今日楽しくいきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして